こんにちは。ビハイア株式会社の松村です。私ですね、結構普段モンストやってるんですけども、今度ローソンとのコラボキャンペーンで、唐揚げくんがですね、出るそうですね。出るそうっていうか、もう出ているのかな？対象の商品を買って、そのレシートについている ID を、入力すると、唐揚げくんがですね、キャラクターとして使えるようになって、なかなかですね、見てみたんですけども、可愛らしいテイストの仕上がりになっていて、モンストのですね、中でも、ちょっとテイストの違った、癒しポジションとして、キャラクターがいましたね。なかなかですね、面白い感じの仕様にもなっておりましたので、普段モンスター遊んでいるという方はですね、ぜひとも一度ですね、ローソンで、買い物してですね、ちょっとモンスターゲットしてみてください。私もですね、唐揚げくん買ったんですけれども、レシートをもらい忘れてしまったので、まだ実際の実物はですね、見れていません。遊べていないので、この後ですね、またローソン行って唐揚げくん買いたいと思います。どうやらですね、唐揚げくんと唐揚げくんのレッド、両方ともですね、キャラクターとしているらしいので、ぜひとも両方ゲットしてみてください。